こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、水とね、お金の関係っていうかね、なんかね、すごくね、つながり、密接なね、つながりがあるのかななんて、そんなことをね、感じたので、ちょっとね、その話をしようと思うんですが、まあ、歴史のね、授業とかでもね、学んだと思うんですけど、四大文明みたいな、そんなもの、まあ、川のね、そばでね、すごくね、反映していったっていうようなね、そんなことを学んだと思うんですけど、何でしたっけ、チグリス、ユーフラテス川のね、ほとりの、何文明、ちょっとわかんないですけど、あと、エジプト文明だったり、インダス文明、中国文明、みんなね、長江、まあ、黄河ですかね、中国ですと、エジプトですとナイル川、それで、まあ、エジプト文明がチグリス、ユーフラテス川で、あと何インダス川のね、ほとりがインダス文明っていうようなね、まあ それはね、どうでもいいんですけど、やっぱりね、水の近くでそうやって文明が栄えていったっていうようなね、話で、まあ家でね、言いますと水回りをね、きれいにすると、まあすごくね、気運が上がるとか、そんなことも言ったりとか、まあすごくね、水となんかね、お金、金運とかね、そういう繁栄ってすごくね、関係あるんだなぁなんて、そんなことも思いました。それで自分がね、思ったことなんですけど、まあ、収入のね、柱っていうのはね、今自分はね、本当にサラリーマン一つで、あとね、投資をたまにちょろっとやったりとか、YouTube でね、本当わずかなね、金額がね、チャリンチャリンみたいな感じでね、入ってくる、そんなね、程度なんですけど、まあ、そのね、蛇口、まあ、蛇口っていっぱいね、水回りに、いろいろありますよね。台所だったり、洗面所だったり、お風呂だったり、あとトイレにもね、手洗いがあったりとか、まあ手を洗うね、こう、出てますよね、トイレの上から。そういったのもね、まあ水が出てくるところ、まあそういったところがね、たくさんあった方が、やっぱりね、まあたくさんありますよね。それと一緒で収入のね、柱っていうのもね、たくさんあった方がね、まあやっぱり、裕福っていうか、もしね、一つがなんかダメになっても、まあ、手洗うところ、洗面所のね、ところがダメでも台所の蛇口で手洗えるみたいな、そんなね、感じで、もしね、自分の収入、まあ、柱がね、大きな柱が一本、サラリーマンっていう柱があるんだけど、その周りにね、ちっちゃい柱がね、いくつもあれば、もしね、どっか小さなね、柱が倒れても、でもね、なんとかね、なるっていうような、そんな感じで、まあ、大きなね、柱がね、倒れてしまったらちょっとね、怪しいんですけど、まあ、柱っていうのがね、いっぱいあった方がいいのかな、なんて、そんなこともね、思って、まあ、自分がね、YouTube じゃなくて、ネットビジネス始めた頃、よくね、言ってたのが、何でしたっけ、パルテノン神殿をね、思い浮かべてもらえればね、すごくね、分かりやすいんですけど、あれって柱がね、すごいたくさん立ってるんですけど、その柱ってね、いつもね、なんかね、自分行ったことないですけど、行くとね、工事をしている、まあ、どこかしらのね、柱をね、必ず工事しているそうなんですが、あれもね、もう、紀元前ですかね、ちょっと歴史のことあんまり分かんないですけど、まあ立っていて、まあ、ずっとね倒れずにいるっていうのは、柱がねやっぱたくさんあったから倒れないでいて、あれがねどんどん倒れていったら、もう何千年もね、ああやってね立ってられないっていうようなね、そんな感じですので、柱がねたくさんあるといいっていうようなことで、これね、水とね何がね関係あるのかで、そのふうにね思うと思うんですけど、まあまたね、水のね話に戻しますと、よくね、お金と水はね、まあ溜まると滞ると腐るみたいな、そんなねことわざなのかななのかよくわかんないですけど、よく言われることで、水ってね、まあずっとね同じこう、まあ例えば鉢、まあメダカを飼ってる鉢みたいなのありますね。あれにずっと溜まってたら、どんどんね、腐っていって、まあ、魚もね、住んでられない。だから、こう、綺麗にね、変えてあげたりすれば、メダカってずっと生きてるんですけど、まあ、あとね、水草とかね、浮かべてやると、水草がね、まあ、浄化してくれて、まあ、多少ね、綺麗になる。お金も一緒で、まあ、お金をね、タンス預金とかよく言われていますけど、もしね100万円タンス預金にあって、
まあ、100万円は100万円ずっとあるから中で100万円なんだっていうふうに思うんですけど、お金の価値っていうのはどん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 ね下がっていってしまう。まあ、昭和初期のね100万円って多分ね今の1億ぐらいのね価値があるかもしれないんですけど、それがどん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 物価も上がっていって、まあお金の価値っていうのは今ねその100万円っていうものがね、まあどん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 価値も下がっていく、これからもっともっとね下がっていくっていうことで、ただただこうやってね短期貯金とかね、まあ銀行に預けるのもそうなんですけど、まあ、そこにね滞っていたら全然ね、まあ、逆に目減りっていうんですかね、目減りしていってしまうっていうようなね、そんなことで、やっぱねお金っていうのをね循環させることによってどん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 、まあ、自分にね豊かになっていく、まあ、水もね循環させることによって腐らないでずっとずっと綺麗なね状態でいるっていうことと一緒で、お金もね循環させる、まあ、その循環させ方っていうのはね、まあ、投資にね参加して増やすっていうのもそうですし、誰かねにこう誰かのために使うっていうこともねそうなんですけど、まあ、どん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 使っていって、それが循環して入ってくるっていうようなね、すごくね水に似ているっていうものと、あとお金、まあ水ってこう何かね掃除とかするときって必ず水使いますよね。まあ空拭きっていうのもあるかもしれないですけど、水でねこう綺麗にする、まあ流しなんかもね、何もしないと本当に水垢みたいにどんどん汚れてるけど、水でねまたそれをこう洗剤とかつけてたりもするかもしれないですけど、こうこすればね綺麗になるっていうことで、まあそれがね水はそうやって綺麗にするっていうのは、お金もねたくさんあればあるほど、まあ多分ね悩みっていうのもね解決できるんじゃないかななんて思います。ほとんどのね悩みっていうのはお金でもね解決できてしまうっていうことで、やっぱりねまあそういった水がたくさんあるように、まあお金もたくさんあればそういった、まあ、水でね綺麗にするのと一緒で、お金もねたくさんあれば自分の悩みっていうのもどん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 、まあ、少なくなっていって、まあ本当にね幸せで豊かなね、まあ、生活できるんじゃないかななんて思うんで、なんかね水とお金ってすごいなんかにこう似てるような、なんかね元々のね文明のところ、文明が発展したところもね水があったところっていうようなね、そんなこともねありますし、まあ、砂漠のねオアシスっていう、なんか水があるところにはそうやってねオアシスって言ってこう憩いの場所みたいな、そんなようなねところもねあるっていうことなので、なんかね水とお金すごくね似てるようなことで、水で考えるとなんかお金もね一緒なんだなって、循環させないとやっぱり自分もね潤わないんじゃないかななんて、そんなこともね思ってね、ちょっとね自分のねなんかふと思ったことを今ね話してしまっているんで、ちょっとねまとまりのないね話になってしまったんですけど、なのでね、まあ、一番大事なことっていうのはお金っていうのはこう循環させるっていうことと、あとね、まあ、蛇口、まあ、家にもね蛇口がたくさんあるように、その蛇口をね増やしていく、まあ、収入の柱を増やしていくっていうことで、まあ、安心っていうものもねすごくね得られるんじゃないかななんて、そんなこともね思いますので、自分もねいろいろね挑戦はしてはいるんですけど、まあ、結果の出るねものもあれば、まあ、出てないものもねあるんですけど、まあ、結果が出たものはどん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 ね紹介していきたいななんて、そんなこともね思っております。はい、ではね今日は水とねなんかこういう高さっていうか、お金のね関係ってなんか似てるような、そんなようなねこういう風にね思ったので、ちょっとねこの話をしてみました。はい、ではね今日話がね、まあなんかね何言ってるのかねよくわかんなかったかもしれないんですけど、できたらねグッドボタンお願いします。またねチャンネル登録まだの方、ぜひチャンネル登録をお願いします。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてる、ついてる、ついてる。ありがとうございます。